こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田しおりです。はい、ということで、はい、今日はどんな企画？はい、はい。もう、ついに私の、ずっと話したかった、語りたかった、韓国について語りたいということで、新しい。韓国について今日は、10分くらいかな、はい。10分くらいちょっと語りますので。語るだけの動画です。はい、はい、ということで、韓国フェアって確かにめっちゃ聞くねんけど、どんな流行ったの今？もう今ですね、やっぱもうドラマとか、アイドルの影響で、エギョ盛りっていう髪型がめちゃくちゃ流行ってます。エギョ盛り、多分皆さん聞いたことありますからね。エギョ盛り、僕も聞いたことあるし、俺ね、下手したら昔やったね。下手したらやったかもしれない。僕を知ってる人やったら多分知ってますって書いて。でも、本当やってるかもしれないですけど、でも、あんまり正直分かってない？どんな感じなんですかね？要は、前髪からここの顔周りですね、このつながるこの髪のこと、のことを、エギョ盛りって言います。前髪と、この横？横の最後の髪の毛ですね。意味あるの？そのエギョ盛りっていうのは、その、意味？由来みたいな知らん。意味はその前髪から横につながる、なんか森がまず髪の毛みたいな意味らしいんですよ。あ、森が髪の毛ね。はいはいはい、はい、多分営業は前髪なんかなって思ってる。すいません、結構その辺僕らスワッとしてるんですけど本当好きなんですよ、はい、韓国すごく好きなんですけど言葉だけは分かりません僕らも。なので、まあでも、まあそういうことはしましょう。もし間違ってたらコメントください。お願いします。まあ一応、営業が、前髪で、森が髪の毛っていう手で今日は話していきます。はい。はい。ということで、じゃあ営業森ね。で、それ、どういう人がやるの？みんなやるの？どういう人？もう、ほとんどの人がやってるんですけど、うん、ほとんどの人やってる。多分見たらわかると思うんですけど、その韓国の女性の髪型で最近すごいこの、ここ？うん、ライン がすごいくびれて、うん、大人っぽい感じがすっごいもうほんと流行ってると思うんですけど、外やん、外にこうギュッと流れてる、で髪を結んでも、うん、ここがこう出てくれるんで、うん、小顔に見えたりとか、うん、ほんとおしゃれに、うん、なんか絶対みんなやったらいいのにって思います。そんなにちょっとやってみようやってみよう。あ、いや、でもあれちゃうん、その前髪あるじゃん、ここ、はい、これも全部あるやつじゃないの？こう前髪あって横もあって、これも営業盛りなの、はい、もうここですよね多分正直。ここです。ここの顔周りの横の毛、前髪とつながるここの毛のことも多分営業盛りって言うんですけど、なるほどなるほど、そこを絶対作った方がいい、おしゃれになるし、結んでも絶対可愛いし、小顔に見えるし。あ、なんかやっぱちょっと大人っぽい感じだな。20とかやらへんやろ、はい、やってるんですね、ちょっと少ない。やってるんや。結構20、皆さん聞いてますか？僕結構聞いてます。聞いてない人いないんじゃないかなって。20と TWICE、はい、TWICE とブラックピンク、よろしくお願いします。最近あの Apple Music バンバン入れてます。すごいですね、はい、うん、もうそれ知ってたらもう十分です。大丈夫ですか？多分、うんうん、それこの言葉を聞いて画像とか見て、うん、あ、みんなここあるなって多分なると思います。じゃあ、はい、ポイントとしては、まあ、小顔に見えるし、結んだ時でもおしゃれに見える、はい、見えるっていうのがポイントだよ、はい、営業盛りって、じゃあスタイリングってこうホテル巻くじゃないの？前髪ない方、私みたいな方とかは、うんうん、基本ホテル巻くっていうよりかは、うん、カーラーをつけとくんですよ、うん、マジックカーラー。はい、マジックカーラーですね、こういうやつ。韓国ドラマとか見てる方とかだったら分かる。みんな巻いてるの、韓国ドラマで。何ですか、ご飯食べてる時とか、巻いてるや、メイク中とか、多分基本巻いてると思うんですけど。はいはいはい、はい。もう電車とかで乗ってても分かる。巻いてるの。それははずいわ。それははずいな。ちょっとあれなんですけど、ぐらい、このカーラーでこうふんわり巻く自然な感じ。うんうんうん、あんまり、なんていうんですかね、コテとかで。はい、そうです。巻くっていうよりかは、こっちでもほんとふんわり巻くっていうのが、うんうんうん、ってるがポイントです。なるほど。これ大きさも結構大きいので巻く。まあ長さにもよるのか。はい、まあ、長さにもよるんですけど。この、例えば池田さんのこの前髪だったら、はい、多分もうちょっと細い方がいいの。これ。いや、そんなことない。これで今日は巻いてます。これじゃあ、多分皆さん、これが32です。はい。32の多分カーラーかな。え、32か。いや、これ38で太めのカーラーです。赤いやつ。前にうちに巻くの。
うちに巻いてこうやる感じか。うちに巻きます。ああ、なるほどね。それでスタイリングをするっていうのが、それが今流行ってんねや。流行ってます。まあ僕もちょっと前はやってたんですけどね。なるほど、なるほど。で、じゃあ前髪はじゃあこうやったと。で、下はなんかどんな感じなの？みんな日本人やったらそんなにもう巻かへんやん。もうみんな軽い感じにしてると思うけどさ。韓国で結構グリグリ巻くイメージがちょっとあるんですけど。まあグリグリ。グリグリでもない。意外と大きなウェーブで巻いてることが多くて、うんうんうん、でその巻き方をヨシモリって言うんだけど、モリっていうのはやっぱ髪の毛で、ヨシっていうのが、池田調べによると、女神巻きって言うんですよ。だから多分、ヨシモリ、ヨシは多分女神みたいな、もっとこう、なんて言うんですかね。伝わりますか？外羽ベースになるってこと？外巻き、そうですね。あ、外巻きか。はい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 。女神っぽい感じやもんな。こう顔周りからこう巻いていく。そうです。っていう感じやんな。で、ほうほうほう、その時にさっき言ったエギョモリとつながってくるんですけど。エギョモリとヨシモリはつながんねや。はい、つながります。一つのスタイルになるってことやな。そうです。ここがまあ大事で。大事、はい。エギョモリってそのまま前髪巻くって言ったじゃないですか。で、ここの横のここの部分ですね、うんうんうん、ここの部分は、まあ、コテで巻いていくんですけど、うん、その時に、まあ、外巻き巻いたり外巻き、うんうん、このつながりが大事なんですよ。後ろの髪の毛と顔周りのここですね、うんうんうん、なるほどなるほど。ここの毛流れとここの毛流れ、はい、エギョモリとヨシンモリのつながりとかすごく大事だみたいな。なるほどなるほどね。そこを完璧に完璧にというか、うん、そこができたらもうこれは韓国風ヘアって言ってもいいと、はい、思います。なるほどね、はい、で、うんうん、巻くときはかなり太めのコテがまあおすすめ、結構大きなそのウェーブを作りたいので、うん、あんまり細いっていうよりかは、うん、太めのコテの方が大きなこの動きが出るので、うん、そんなに、まあ、私の長さでもまあ32mm、 32mm ないな、はい、30、うん、そうやな、はい、で、もうまあ、ロングヘアの方だったらめっちゃロングやな、もう胸下とかそっち系の、うんうんうん、だったらもうもっと太い 38? はい、いや、それだけ用意してるんですよ、すみません38でめっちゃ太いやつ、多分コテロンだったら一番太いんちゃうか、はい、っていう感じやんな。これで、いわゆるヨシモリ、こう外巻きに女神盛り、女神巻きやな、はい、っていう感じでやればいいか、はい、はぁ、なるほどね。で、カット自体は別にじゃあここはそんなにカットっていうか、ヨシンモリの場合はカットそこまであれな、なんかこうオーダーするときとかさ、ヨシンモリにしてくださいって言ったら巻かれるだけって言ったら、そうですね、そうですね、あんまり段差とか入れてない感じだな。顔周りにそのレイヤーが少し入ってるって感じ。ヨシンモリに巻きたかったら、うん、ちょっと顔周りレイヤー入れてもらって、で、まあエギョモリありきのヨシンモリ入れるプラスっていう感じだな、はい、なるほどね。エギョモリで切ってもらって、うん、そしたらヨシンモリに巻けるみたいな。え、これみんな知ってんの？これ美容師さん。多分ね、やりたい方皆さんね、いらっしゃるとは思うんですけど、俺はもし言われたら、僕ね、もう十何年やってますけど、まあお客様に言われたら、はぁって言いますね、これはわからんと思うけど、でもまあ、そう、めっちゃだから、インスタグラムとかでむっちゃ調べると思うんですけど、あ、でも、知ってる人そんなにいないでしょ、だって。なんか多分言葉的にヨシモリっていうその巻き方の方が、うん、まあ、検索とかしたらヒット数すごい出てくる。なるほどなるほどなるほど。女神巻き。なるほどね。うん、はい。で、その髪型に、巻き方にしたい場合はエギョモリで切ってもらうみたいな。あ、それがもうつながりであるってことですね。そうですそうです。うん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 。なるほどね。はい。伝える時っていうのは。まあ、営業盛りでいいか。営業盛り、まあそうです。ヨシン盛りで巻きたいから営業盛りで切って。絶対わからん。100% わからん。もう絶対画像見せてくださいって話だな、言うからな。画像見せてもらって、こんなんがいいです、言うたら多分できると思うんですけど、まあ、韓国に詳しい人だったら多分今の営業盛り、はい、ヨシン盛りでわかると思うんですけど、まあ、普通の人はちょっと、こういう風に切ってくださいって画像をちょっと置いとくんで、それよかったら、使ってください。おしゃれだし、韓国の人ってね、なんかやっぱ美容にすごくこう力入れてる。まあ日本人の方も入れてると思うけど、やっぱりあんだけ韓国ドラマだったりとか、韓国人の方がもう人気出るっていうのは多分、
僕らよりも多分レベル高いんやろうな。美意識がめちゃくちゃ高いと思います。なんで、もうね、韓国はもう今年ね、コロナで全然ね、行けてないんですけど、もうしょっちゅう行ってたんで、だからもう韓国好きな方だったりとか、はい、韓国のこと知っていきたいと思ってらっしゃる方がいたら、これ、ちょっとシリーズ化していこうと思います。はい。はい。韓国について語ろう、ね。語ろうみたいな感じで。今回はだからまあ、営業と、はい、ヨシンと、はい、森は入れてません。はい。を、やったんですけど、まあ、次ね、まあ、実際巻いてみたりとか、ちょっとじゃあ韓国の悪いのはね、3CE とか、その辺のなんかクリオとか、はい、とか、なんかそのメイク道具とか、まあ、こういうの使ってますよとか、だからそういうのもなるんで、めちゃくちゃ詳しいんで、韓国にちょっと寄せていきたいと、ちょっとそういう風におしゃれやっていきたいという方は、ぜひ続編も見てください。お願いします。はい、ということで今日はね、こんな感じで終わりましょうか。はい、はい、じゃあこの動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた皆さん、次回の動画で会いましょう。さよなら。